ラジオネーム、ガラスのハート。映画館で一緒に恋愛映画を見ているとき、初デートの緊張を紛らわすため、ポップコーンを黙々と頬張っている、テレ朝の弘中綾香咲きます。早いね。これ、テレ朝の弘中アナウンスめっちゃ可愛いんだよね。いや、これはね、いいよ。でね、ポップコーンを緊張して食べちゃうのよ。ね、ポップコーン食べちゃって、ちょっと喉詰まらしちゃう。ね、でも映画中だからうるさくしちゃいけないと思って、なんて言って、水一生懸命飲もうとするんだよ。で、取ったのがさ、俺の水なのよ。で、飲んで、あ、甘かったみたいになって、見たときに、あれ、私のじゃない？って言って顔赤くなる？でも、暗いから、よかった私の顔は赤いのはバレないと思ったら、ちょうど映画のシーンが明るめのシーンで爆発かなんかして、パーンって照らされて、横見たら顔が真っ赤なわけ。ね？で、俺は何も気にせずその水をクーって飲むわけ。ね？で、なんか次の日、なんか朝ニュースとか読んでたの、まだ顔赤いな、みたいな。いいね、本当にね。女子やなね。可愛い子はいいね。今の俺の感想気持ち悪いね。妖怪だったもんな。ラジオ。